今日のマーティー君。あら、今日は赤い T シャツ着てんの、マーティー君。ねえねえ、なんで赤い T シャツ着てんの。かわいいじゃないの。今おもちゃで遊んでんね。そうだね。この子はもうペタンと足くっつけるね、これね。ちなみに AT 君は宿題中です。 AT じゃないよ。 AT じゃないね。 A 心だよ。じゃあ今日の本編いきましょう、マーティー君。はい、はい、こんにちは、まやちゃんねる前原です。はい、マインクラフト PC 版やっていきましょう。前回地下からいろいろ持ち帰ってきましたね、で一旦村に帰ろうかなと思ったんだけど、実はですね、ちょっといろいろやりましたんで、先にそれを見てもらっていいですか。ここはネザーゲートなんだけど、裏側に見ていただくと、もうそっち行ってんだけど、これ橋作りました。ナイス。はい、なんで橋作ったかっていうとね、でこう右側にもうこれトンネル開いてんだけど、ここもうダーッと走ってってください。石炭多いよ。石炭あるよね。ネザーゲートっぽいの作っちゃったんだけど、そうじゃなくてこの穴、これちょっと落ちてもらえる？あれ？あ、折れた。下へ参ります。はい。でここをですね、ちょうどスポナーのところに繋がってます。おお。すごい。そう、真下に掘ってってさ。これやると便利でしょ、うん、いちいちさ、あの階段とこさ、下ってってさ、入り組んでるとこ行くより、これで行った方が楽ちんでしょ。楽、うん、ああ、もうまだ誰も来てない。そうそう、湧いてないからね。なんで、ここにはいつでも来れると。なるほど。いうことにしました。なんで、また登ってってくれるかな。はい。はい。ここにですね、ネザーゲートを作ったのは、こっからだったらもうちょっと近く無理に村に帰れるかなと思って。なるほど、うん、なんで一回着火してもらっていいかな。着火。お、来た。お、じゃあ行こう。はい、行ってよ、ゆいちゃん先に行ってください。はいはい、来た。じゃあパパも行くよ。はい、さあどこに行く。お、同じとこ。あ、同じとこだ。へえ。あ、じゃあいいんじゃない。これ逆にここ行くとどこに戻んの。そりゃーすごい。あー、うそん、こっち来ちゃった。あ、ほんとだ。こっちはやっぱ壊そうか。うん、うん、壊しましょう。じゃあで1個だけ壊すね。うん、これで無効化されるよね、きっとね。うん、ちょっとこのあれ、なんだっけ。 OK、 消えた。壊しちゃうね。うん、柵も壊しちゃっていいよ。行きましょう。基本的にはここ拠点でいいもんね。スポナー来たいときはここから来ればいいんだよね。OK、じゃあ行きましょう。はい。はい、帰るぞ、村に。はい、うしょ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 。はい、来た。帰ろう。くれぐれもゾンビピックマン攻撃しないように。そうだよね。攻撃しちゃったらもう全ゾンビピックマンに攻撃されちゃうからね。うん、本当それだけはやめてね。こっちだ。あ、あった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 。やった、久々。行くぞ。このチェストは、あ、これか。お、お、びっくりした。何よ。うわぁ。いきなりだよ。お、やばい。どうしたの。燃えてる。なんで。水に入って、水に。あっち、畑の方に水ある。 あ、よかったー。 OK。 あ、痛い、待って、うわー、あのスケルトンさ、危ない、気をつけて、ちゃん、あれやばい、やばい装備だ、うん、ということで戻ってきました。久しぶりだ。あー、久しぶり。やったー。ちょっと大事なものを入れておこう。あー、これが、エンチャントの本。いやー、久しぶりだー。久しぶりだね。交易したいんだけど、パパ。うん、ゾンビ肉が大量にあると思うんで、あとね、うちにね。そうだ。あ、ゾンビ肉あった。はいはい、どうぞ、これを、お納めください。はい、これ、お納めください。はい、ありがとうございます。どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。ゾンビ肉、存分に、まだございますので、お納めください。
はい、ありがとうございます。どうぞ。あ、終わりましたか。レベルアップお待ちしております。されましたね、レベルアップ。おめでとうございます、レベルアップ。あら、足りない、なんてことだ。あの大きな木が邪魔で夕日がちょっとなっちゃってるけど。あー、もうすぐ沈む。あれ、あなたかな、あなた、ちょっとあなた、あなた、ちょっと待って、あなた、ああ夕日、あなたでした、沈んだ。はい、はい、どうも、すみません、はい、ありがとう。寝た？今から寝るとこです。はい、寝ましょう。あ、寝れた。モンスターは近くにいたので寝れませんって言っちゃった。はい、オッケー、はい、もうちょっと。なんで近くにいるのか。あ、外にいるじゃん。ここに今閉じ込めてる師匠さんいるじゃんね、うん、この方がね、エメラルド13個とコンパスで海洋探検家の地図くれるのよ。で、もしくはエメラルド17個かコンパスで森林探検家の地図がもらえるのよ、うん。これ多分ほら、場所を示されてんじゃないのかなと思ってるね。両方ゲットしちゃう？コンパスはどうやって作るの？あ、レッドストーンと鉄インゴット。両方ゲットする。あ、そう、両方ゲットしようか、じゃあ。うん、じゃあ、鉄インゴットとレッドストーン？うん。あ、今、やっちゃう。じゃあ、コンパス2つ作るよね。はいはいはい。コンパスと、はい、コンパス2つ作った。じゃあ、パパちょっと頼んでみるね。はい。あ、ごめんごめん、殴っちゃった。危なかった。はい。じゃあまずは歯だよね、本当にね。まずは海洋探検家の地図頂戴しました。お、次は森林探検家の地図を頂戴しました。オッケー。これでちょっと見てみようか、じゃあ。で、A ちゃん。あ。あ、出てる、出てる。え？痛い。そうだね、ちょっと待ってね。じゃあ、A ちゃんにまずこの、これが海洋探検。じゃあ、A ちゃんちょっとこれ一旦渡すね。はい、どうぞ。これが森林探検。森林探検はいいよ。なるほどね、これもなんかあるって表示なんだね。結構遠くまで行けばあるってことね。じゃあ、行こっか。カラフルになった。エイシン君があれ持ってんでしょ？うん、地図ね。じゃあエイシン君通り行くよ。はーい。パポも一応地図を持っていこうか。はい。オッケー。こっちなの？こっち、ずっと遥かこっちにあるらしい。海があるんだ。いいじゃない。ほら戻ってきた。一周してんじゃんかよ、A ちゃん。うわほら、思った通りだよ。なんじゃこりゃ。あ、こっちか。最悪だよ、もう。なんだよ、無駄なことしちゃったよ。びっくりだな。スポーン地点の方だね、じゃあ。うん、ちょっと、地図の見方合ってますか、エイシン君は。合ってます。あ、確かに向こう側に海あったよね。あったよ。あの海の近くだ。なんだよ、無駄に松明いっぱい置いちゃったよ。64個あったのにさ、 あと2本しかないの。いいけどね、いいんだよ。じゃあスポーン地点の方向かうでいいの？まあ、大量に松明持ってきたからいいんだけどさ。いつの間にかすごい近くに来てるよ。何？なんか地図的にはすごい近くに来てるけど。本当に？うん、出た。あー、やった。おー、やったやった。すげえ早く移動できる。え、どうやって言うの？え？
右クリックで塗れない？ああ、右クリック。あ、塗れた。OK？ 地図忘れないでね。うん。早いね、船。こんな気持ちいいもんだと思わなかった。うん。最初乗った時はさ、どうやって方向転換するのか分かんないんだけど。ねえ。すげえ早いけど。こっち？初期スポーンの地点にすごい近いんだけど。こっちだと。こっち合ってんの？うん。あれ？え？なんで戻るの？え？反対側？こっちだった。大丈夫かな？海底神殿ってある程度見たら見えるもんね。うん。いやー、こんな遠いとこまで来て大丈夫かな？心配。すごい心配。あった！え？あった？あった？左か。あった！楽しかった！あー！すごい！見つけた！海底神殿だ！うわー！だよね、これ。うん。え？ちょっと間違えてた。これだよね。絶対これだよ。うわー。あ、いるいるいる。あいついる、ほら。なんていうんだっけ、あの、イカ野郎、イカ野郎。そう、ガーディアン、ガーディアン。でも、向こう側にさ、なんか、島みたいなのあるね。ほんとだ。通過した人だよ。通ったとこ、海になってる。エルダーガーディアンとかいそう。あ、あ、やばいやばい、ガーディアン見つかった。ちょ、逃げる。パパ逃げるよ。この島ちょっと上陸するか、ここ。いやー、びっくり。よいしょ。よかった。ちょっと意外だったな。こっちの方向ね、こっちね。うん、待って。こっちです、こっち。ん？こっちね。はいはい。うん、忘れないように、ここにちょっと、こんな感じで、目印立てとくよ。こっちの方向だよってことで。うん。OK。ダメだ、全然暗くて見えないよ、ちゃん。え、どこが？海底神殿。見ない？うん、行ってみようなんて無理だよ。そうだね、水中呼吸なきゃ無理だね。水中呼吸と暗視がなきゃ無理だ。そうだね。じゃあ、一旦帰ろうか、じゃあ。ああ、うん、そうだね。うん。こっちね。こっち？うん、こっち。大丈夫。オッケー、こっちね。ほい。レーシン君帰ってきた。イエーイ。足がバタバタしてる。はい、じゃあ今日はこのあたりにしたいと思います。はい、いやー、よかったね。うん、あのね、前のそのスポナーある地点から帰ってきて、で地図作って海底神殿見つけるまでっていう、なかなか充実した回でしたね。うん、うん、でまだ海底神殿はこちらダイヤ装備も全く整ってないんで、うん、きついと思うんですよね。そのポーションとかも全然作れてないからね。うんうん、なんでまあどうしようか。次は森行く？そうだね、森も行きたいし、あとは何？もうちょっとエンチャントレベル上げて、あのシルクタッチとか、あ、そっちのものを作りたいなと思いますね。うん、なんでまあそれは次回以降だね。うん、頑張っていきましょう。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。うん、それとチャンネル登録もよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。